やってきたのは島根県浜田市にある島根海洋館アクアス。およそ400種1万点の海の生き物を展示しており、日本海だけでなく世界中の生き物たちに会うことができます。そんなアクアスで今回紹介してもらう生き物は、顔ともいえるあの生き物。この子たちです。アクアスの顔、シロイルカ。顔かわいいですね。ちょっとにっこりしてますよね。会いたすぎて、はい、白イルカになってきました。白イルカカラーですね。あ、でもね、八幡アナウンサーはどちらかというとスナメリちゃんです。スナメリですか。はい、以前この地球派宣言でもやりましたけども、スナメリのお話の中で白イルカと何が違うんですかと、大きさが違うというお話をしました。スナメリはね、ちょうど150から160センチなんです。一方白イルカたちは4メートルから 4.5 メートルになります。違う生き物でしょ。さらに白イルカは瀬戸内海にも生息するスナメリと比べ、体の表面がとても柔らかいという違いも。それには生息する場所が関係しているんだそう。白イルカは丸々するイルカと言われています。何、はい、だろう、何をするか、まあ、生息している場所なんですけども、ここです。はい、北極海の、ね、流氷とともに暮らすイルカの仲間なんです。でこの子たちはですね、冷たい海に住んでいるので寒くならないように体にですね、10センチぐらいの脂肪を蓄えてるんです。だからプニプニしてるんですね。で流氷に時々ガツガツぶつかります。ぶつかってボロボロになるとある行動をするのがこの子たちの特徴。一体何をするイルカでしょう。自分の傷を舐める。傷を舐めるって、またそれちょっと意味違いますけどね。傷を舐め合うね。傷を舐め合う。そんな噛んでなかったよとかね。そうじゃないんですね。滑ってなかったよとかじゃなく、コミュニケーションを取る生き物ですけど、そこまではしません。何をするかというと、なんとイルカなのにこちら脱皮をするんです。脱皮。はい、夏になるとですね、この子たちは浅瀬に来て砂浜の方で体をこすって体のね、皮膚をね、剥がすんです。え、何のために。傷が入った皮膚を剥いて綺麗な皮膚に戻すためにこういった行動をしてるんです。流氷っていう北極海に住むならではの行動なんですよ。そんな白イルカを飼育するアクアスの代名詞といえば、幸せを呼ぶバブルリングですよね。このバブルリング、実は覚えさせたものではなく、シロイルカが遊んでいる時に偶然発見したんだそうです。水族館は癒される場所であるとともに、生き物たちの知られざる魅力を発見できる素敵な場所なのかもしれませんね。ただ見てもらうためだけじゃなくて、その生態を知った上で子どもたちが生き物にもっと興味持ってくれたら、僕も水族館の人も嬉しいなと思ってます。自然の形を大切にしてくれることで、もしかしたら海の中でこうやって遊んでるのかなって夢広がりますよね。ね、それを想像することによって海を汚そうと思わなくなったり、そういう優しい想像力が広がるっていうきっかけも水族館がきっと作ってくれるんだと思います。